はい、じゃあここからね250段ほどあるんやけどね、見上がってみましょう。なんかかなりね綺麗に刈られましてね、下の草木がないからね、非常に日当たりが良くなってますわ。いやー、ずいぶんねすっきりしましたわ。前ねこの辺もいっぱいあったよね、何にもなくなってます。こうしたほら危ないね、これ。危ない、ちょっと下にね外れてるね。最初に来た時はここもうやぶなってたからね、こんな綺麗にね見えなかったんですよ。宝永噴火、やってきました。見えるかね、最明点の これ一番綺麗なのはね秋なんです。秋あのね楓がね綺麗なんですけどね、あら枯れたのか、枯れてと思ったけどね、紅葉の時一番綺麗やったけどね、ちょっと寮の中が見えないんでね、今日回る予定なかったんで回ってみようか。はい、よいしょ、回ってみましょうかね。中が全然見えないんでね、これはひょっとしたらこれ楓枯れましたか。これ綺麗な色するんだけどね秋は。ああ、今からまだ芽が出るんか。はいはい、感じがしましたね、芽が出るんですよ。これは葉っぱが落ちきれてないんや。これ量見えんかね、これ。ちょっとわからんな、これじゃ。ただ山量でございますね、これは。ここはちゃんと修復されてますね。おお、こんな綺麗見えた。前全然見えなかったからね。はい。これを見えるわ。どこに石棺とか入れてあるんだろうね。これじゃあ山が2つ3つあるんで分からんの、これ1個2個3個でうまく見えるね。はい、でも、待ってみようか。こんな見えた初めてやね。こんな感じやけどね、こんもりとねマウンドができとるんでね。おー、綺麗に見えるわ、これ。綺麗に見えますわ、これ。
こんな初めてちゃうかな、この綺麗見えるの。なんか立ってる、あれなんかあるんかね。高雲寺、高雲寺、そっち行けんの。ああ、ここから入られへんな。何にもないね。何にもいないか、マウントだけでしょね。ちょっと何にも分かりません。はい。前よりも非常に、ね、見やすくなってましたわ。こんないっぱい見えなかった前ね。そういうことで、こちらの方が斎明天皇陵でございます。ね、はい、これはね、ナバーアップして今からね、斎明天皇陵の一番新しい陵に行ってみましょう。ワーフしましょう。